ーディ。はい、続きましてラジオネームわさびさんからです。はい、20代の私に、先日起こった青春っぽいエピソードを聞いてください。はい、高校の同級生からクリスマスに突然の LINE、はい、年末年始地元に帰ってくる、会いたいと言われて日程を合わせる中、共通の友人も呼ぼうとしたら2人がいいと一言言われたらしいですね。苦手なものないか確認してお店を予約してくれて、待ち合わせの駅まで車で迎えに来てくれました。当日は大晦日で営業しているお店が少なかったらしく、ファミレスになるところだったよなんて軽口を叩きながらカフェへ行き、学生時代の話で盛り上がりました。その人は高校時代運動部のキャプテンをしながらテストで学年1位を取るような、まさに文武両道、明るくてリーダー気質でクラスの人気者、なのに卒業後のクラス会にはみんなが誘っても頑なに来ず、理由を聞くと私にだけ会えれば満足だからと言われました。ひとしきり話を聞いて再び駅まで送ってもらって、3月になったら時間ができるから今度は旅行にでも行こうと言われ解散しました。おーすごいですね、旅行。ちなみにこれは同性の親友とのエピソードです。友人は彼氏持ちで恋愛感情ももちろんないのですが、まるで口説かれてるかのような言動に少しキュンとしてしまいました。皆さんは同性の友人にキュンとするような言動をされたことはありますか、ということですね。なるほどね、なるほど。なんだよ。いやいや、なんだよもそうだけど、いやなんだよもう俺も一瞬最初そう思ったけど、うん、なんていうかこうちょっと深いっていうか奥が深いよね、うん、逆に言うと、うん、まあね、その今時というか、うん、逆に言うとね、まあね、うん、なんか振り落ちてない。違う、なんかわざと最後にその奥を持ってきた気がしてさ。いや分かる分かる、絶対わざとじゃん。いやいや分かる、うん、確かに最初にね、同性なんですけどって言って話されたら俺らもそのね、友達なんですけどって言えばいい。ただただ、ね、俺らもそう思って読むもんね。そうそうそう、確かに俺も最後の最後でねと思ったとは思ったけど、しかも同性の親友かよっていう、そうそうそう、そりゃそうやんっていう、うん、だけど、ね、いや分かんないけどね、うん、逆に深いかもしれない、まあ、奥が今時だし、まあそれはいいよ。それだったらいいと思う。あ、それだったらね、うん、そうそうそう、なるほどね、うん、まあでも確かにそうだから、途中まで同性と思わないくらい、あの、そうなん、そうそう、異性だと思うくらいのさ、でそういう書き方をしてるのよ。わざと。あ、お前ひねくれてんだよそんな。あ、書き方がね、そう、書き方よ絶対。オーディではさまざまな音声コンテンツをお楽しみいただけます。概要欄の URL をクリック。